まあ、チャンネルを合わせるっていうことなんですね。で、まあ、世の中には、まあ、いろんな、まあ、チャネリングする対象でいきますと、神社に行った時のそこの神様、だったり、はい。で、そのチャネリングなんですけども、実はですね、この情報の入り方が人によって、違うんですね。はい、どうもチャネラー龍です。今日はですね、私が、まあ、チャネラーということでチャネリングについて、少しお話ししたいと思います。で、チャネリングなんですけども、そもそも、まあ、チャネリングって何なんだっていう方もね結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、チャンネルを合わせるっていうことなんですね。で、まあ、世の中には、まあ、いろんな周波数のものがありまして、そこにですねチャンネル合わせて情報を引っ張ってくるというのが、まあ、ざっくりと、まあ、チャネリングということに、なります。でよくですね、まあ、高次元の存在にチャネリングして情報を受け取るとかって言いますけども、それも結局高次元の存在にチャンネルを合わせて情報を引っ張ってくると。で、私なんかでいきますと、よく、まあ、チャネリングする対象でいきますと、神社に行った時のそこの神様、だったりとか、あとはですね、例えば相手がいるとすれば、その相手の前世だったりとか、さらにはですね、その守護霊さんからのメッセージを、まあ、チャネリングでこう引っ張ってくると。いうこともできます。まあ、要するにですね、まあ、いろんな情報がまあ世界にあるわけなんですけども、そこのどこかにですねチャンネルを合わせて、情報を引っ張ってくるのが、まあ、チャネリングと、いうことになっております。はい。で、そのチャネリングなんですけども、実はですねこの情報の入り方が人によって違うんですね。で、大きく分けて、まあ、3つのタイプがいると言われてます。で、どういうタイプかと言いますと、まず一つ目ですね、これはですね映像で見える、タイプです。まあ、そういう光景がですね、こう見えるという人ですね、がまず一つで、もう一つはですね何かしらこのメッセージ、言葉がこう入ってくると、よくですね、まあ、声が聞こえるとかって言いますけども、あれはでも言葉で入ってくるパターンですね。で、もう一つ、三つ目に関していきますと、まあ、体感ですね。何かしらその感覚で感じるっていうタイプ、が、いらっしゃいます。なので、大きく分けるとこの三つなんですね。で、ただ、よくですね、まあ、私は映像でよく見えるタイプなんで、映像タイプだって言ってね、決めつけちゃう方も結構いらっしゃるんですけど、実は、どれもね、感覚としては持ち合わせてます、皆さん。で、持ってるんですけども、まあ、どれが、まあ、優位なのかっていう違いなだけなんですね。なので、まあ、映像が見えるっていう方もですね、別にそのメッセージが聞こえないわけじゃない、体感がないわけではないんですね。たまたまこっちの方が、まあ、得意といいますか、特性として伸びやすいというだけの違いですので、まあ、経験を積んでですねチャネリングいっぱいすればですねメッセージが強くなったりということもあります。なのでこれもどこが伸びてくるかっていうのはですね、経験を積んでみないとわからないというところもありますので、まあ、ひとまずそのチャネリングにはまあ3つの情報の受け取るタイプがあると、まあ、これも広い意味での話ですけどもね、また細かいとこ行くとまあ細分化されてまあいろんなタイプがあるというふうになるんですけども、まあ、大きく分けるとまあ3つかなというところになります。あなたがまあどのタイプかっていうのは、そのチャネリングした時にですねどんな感じで入ってくるのかっていうのをまず自分でね確認してみないと、どれが強く出てるのかっていうのが分かりませんので、まずはですね自分がどのタイプ、どれがまあ優位になっているのかっていうのを知るのがまず第一歩かなと思いますので、何かねきっかけがあれば試してみてもよろしいのではないでしょうか。はい、ということでチャネラー龍でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと不動明のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。